最後の3いきます番長273枚3日。おめえ帰っちゃった。父ちゃんまだ対決1回しかやってないの。1回あこれからだもんね。これからなのかな。始まってくれればいいけど。始まらせよ。お、大きい対決でしょ。あ、来た来た。早かった。勝たなきゃいけないよ、父ちゃん。オッケー、いける。あるよ、中対決。よし、いけー。ベベ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 。うっ、嘘でしょ。これ強いでしょ。強い強い強い。あれ、この後にまた特訓に行くかもしれない。さっきのチェリーで勝ってて、まだわかんない。まだわかんない、うん。弱いっすよ。ダメ、ダメですか。ダメだったのかさ。ふぅー、厳しい。ついな。もうラグビーか相撲だったら絶対負けないんで。でもラグビーさ、チャッピーだった。え、チャッピー相撲か。あ、そういう問題じゃない、あの種目の問題です。ちょ、はい、ソウルフィッシュとか勘弁してくださいよ、ね、そういうこと、うん。誰と誰かがとかじゃなくて。あ、違います。種目なの。母ちゃんは調理実習は負けたらダメ。そうだね、調理実習は比較的料理得意でしょ。うん、料理は得意だね。俺めんこなんか天狗だもん。え、じゃあ相撲は任して。相撲もいけんの。絶対負けねえ。マジで。あ、でも下半身弱いからな。母ちゃんも相撲いけるよ。え、で、小学校の時ね、相撲をやってたから。そのな、母ちゃんってすごいよね。そういう、なんか、え、ギョッとするようなエピソードがたくさん出てくるよね。なんでギョッとするの。なんですか、相撲をやってたって。相撲の大会があって、それで、それは何、クラブチームみたいな感じ、それともその、うん、学校で。うん、学校じゃない、外のやつで。その、え、相撲やれって言われたの。お母さんに。は、その大会、はい、まあ、学年別みたいなんだったと思うんだけど、そこで1位取ったこと、表彰された、あの、確かに突っ張りで勝ったと思う。突っ張り、うん、突っ張りで勝ったと思うよ。突っ張った。はぁ、パワーワードですね。そう、突っ張りで勝った。突っ張りで勝ったから。あれ、ベルだね。壊れました。父ちゃん3度目の掃除機だよ。ラグビー、これは負けない、大丈夫です。ラグビーだよ。 ご安心ください。さっきの調理実習はあれだったけど、こっちのラグビーの中対決はいけるってことね。いや、中対決とかじゃないんだよ。ラグビーがいけるってんだよ。ね、おら、おわ、急に体育会系。びっくりしちゃった。じゃあ見せてもらおう。あー、どういけるのかい。全然ダメ。全然攻めてなかった。攻められてばっかりだった。あ、負けるんだろうなっていう流れだったもん。いや、やっちゃった。やっちゃったね。難しい。番長3。難しい。今ひしひしと感じますよね。難しいね。タイミング大事だからね。こうやっていくタイミングが。タイミングでしょ。本当にタイミング。あれ特訓。いや、なんて言ってたの。わかんない。でもなんか割れたような気がする。さあ、これ対決誰だ。
でもそうだね、そうだね。足りなそうだな普通の丸だね。もう一発なんかいけば。おお。当たっちゃえ、当たっちゃえ。あー復活。あーあー難しい、難しい。マジやばい。あー32超えた。あれ俺なんで出る1回も引いてないのに特訓負けて、なんか引いたの。終わっ対決終わったから何も引いてないの。多分その前に何か引いてからその分が出てきたってことですよね、きっと。ただめんこなんですね。そろそろめんこでも勝ってもいいんじゃないかな。やられてばっかりじゃ。赤い。お？さあ何も引いてません。リプレイです。はい、なんで？はい、405ゲーム投資が1万2000ですね。ほうほう。いやーいいっすね、番長3。そんな初めて聞いたけど今。よし。あ、でもあれだ、下だ。下は何なんですか？32までに。ああ、優遇されたのか。番長やっぱりね、1日目がめっちゃ大事だと思う。そうだね、日帰りか泊まりか、そら大事ですよ。ねえ、やっぱボーナスね、引っ張ってこられるチャンスだから、ステージをとりあえず上げたいよ。間に合わないか。チャンス目じゃない？これだね。でも正直さ、通常時は負けてもね、しょうがないと思うの、はい、この当たってる時に全部勝てば、はい、もうずっと勝ち続けれるわけじゃん。ずっと終わらないわけよ。さっきまでのいいの、これだよ。ここ流れました。相撲だよ。絶対負けません。絶対負けません。言ったよ、絶対って。外した時重いよ。お？全然もう絶対の信頼度めっちゃ低いじゃん、父ちゃん。すいません、すいませんでした、すいませんでした。え？あ、やっぱ俺苦手なのかな。あー、ここ勝った勝ったね。あ、でも続けば問題ない。続けば。ニワリリ？ニワリリ？ちょっとごめんごめんごめん、ニワリリ。あれ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 。で、またすぐ対決にも行くからさ、そこでもう一回頑張ろう。はいはい。まあ、これがデフォルトだもんね。そう、これがデフォなのよ、うん。あれ割れない。あれじゃない、引き戻しじゃない。あーゲーム数的には。なるほど。で、これで負けて特訓行ってってこと。特訓じゃないかな。じゃあ、ここは負けるよ。ただこれ32で本当だね。どっちのが優先されたいですよね。これ分かんないね。私も分かんない。あるいはこれで対決したらもう引き戻しの目がないとか。割れた。およよ変更か。いきます。
しいむずいよね。難しい。むずいね。母ちゃん、チェリーから僕らしい。めんこじゃん、ずっと。行きます。あ強いわ。さっきめんこ強い。またさっき、もうすごいな。あ、なんか引いたんじゃない私、赤い。ほら強いね。おっしゃー、これ刀いかんせベル一回でいいから、引かせて一回でいいから。弁当箱ってどれぐらいあるんだろうね。 50% はないでしょ。いや、あったよ。あ、50% があるの。はい、やったー。おー、やりました。何回目のはず当たりですかこれ。2回目。2回目、投資9本です。ちょっとさ、いかがしない。おい、何よ。なんで出かける前に一言言ってかねえんだよ。もう家出ちゃったじゃん。なんで押すの。忘れちゃった、忘れちゃった。出たけれてない。ちょっと長くなるよって、なんで言ってかないの。入れてないわ、ごめん。3日以内に帰っちゃうかもしれない。よくないよ、よくないよ。さあ、さっき対決、おい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 、勝てる感じよ。いいや、このめんこは勝っとこう。いけ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 、母ちゃん、よーしよーしよーし、いっとこ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 、もう一回見る、もう一回。はい、なんでなの、勝つ流れやったのに。もういいよ、心配するから帰んなさい。もういやね、まだ帰りたくないって。やっとやっと脱出できたじゃないですか。もういい。おお、帰らないって。あなた帰らせないわよって。どういうことですか。継続した。なんでわからん。あ、でも最初からループ持ってたんじゃない。ループ、まあ、誰もループは持ってた。そのループで当たったんです。そう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 。あー、なるほど。お、来た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 。終わったー、やっと来たね。よっしゃー。いやー、これ、おー、なんか母ちゃん今日来てるよ。本当に来てる来てる来てる、グイグイ来てる。でもさ、ここに上がっただけでさ、こんなに興奮するさ。いや、いいんでいいんでいいんでいいんだよ。いや、うちらぐらいだからね。寝台だと思う、寝台だと。寝台のオス番長3だと思うよ、この野郎。いけよ、おら今頃この番長でこんな盛り上がってる、うちらぐらい。よしよしよし、やべ、よしよし、ここだ。いやいや、やばくない、やばくない。全然やばくない、全然やばくない、全然やばくないよ。マジで大事だから、ここ、本当に。さあ、行こう、行こう。いや、まあ、本当に低く行け、低く行けよ、低く低く低く行けよ、低く、そうだね、下にね。そうだよ、昔やってたんだろ、相撲やってた。バカ野郎、てめえ。やだ、突っ張り担当だからさ突っ張る。あー、真ん中、あー、座って。まだまだまだ終わってない、終わってない、まだある。お願い、なっていい音。あー、もう減った。あー、ごめん、本当にごめん、足らんかった突っ張り具合が。ごめんね。いや、よいしょ。ここよ、ここ、こんなに超えた。お願い、チャンス目、チャンス目。お弁当、対決に行くことなく、お願い。あい、あ、もう188枚。あ、これ何、分からん。再生数1億回超えの目音まんまい、これからも楽しい動画をお届けしますので、引き続きよろしくね。